ヒデです。こんにちは、えー。今日なんですけども、またまたオークションで一軸の苗を購入したので、そちらのご紹介です、えー。正直ね、今回の苗については紹介するべきかどうか悩みました。というのもね、今回購入した苗なんですけども、 ブラックマデイラ KK というですね、日本ではまだまだ流通していない種類の一軸の苗だからです。そして、本音を言ってしまうと、この苗木が本当にブラックマデイラ KK の苗なのか、私には判断できないっていうところですね。 ちなみに、ブラックマデイラ KK っていうのはどういう一軸なのかと言いますと、ポルトガルのマデイラ諸島、そちらにですね、自生している一軸のことを総称してブラックマデイラというそうです。で、そのブラックマデイラの中にも、いろんな種類があるんですよね。BM だったり、 MIB だったり、プレ e トだったり、KK であったり。あと、最近、ホワイトっていうのも出てきてたような気がします。で、この KK っていうのは、もともと人名から来てるらしくて、なんだったかなえー、っと、キース K さんだったかなその、あ、その頭文字を取って KK。その方が、 えー、カリフォルニアのサンディエゴにある農園から確かそのイチジクの苗木を購入したっていうストーリーからブラックマデイラ KK と名付けられたそうです基本的にあのブラックマデイラマデイラ諸島のイチジクっていうのはどれも美味しいらしいんですけど ベリーな風味がするらしいです。そして、えー、世界のね、いちじく愛好家さんの中では、このブラックマデイラ KK が、最も美味しいいちじくだと、評価を受けてるみたいですね。で、今回購入したのは、 ヤフーオークションだったんですよね私もちょっとイチジクをいろいろ育ててみたいと思ってどうせならねあの面白いイチジクがいいじゃないですかでいろんな品種を調べてどれを育てようかなっていろいろ考えてた時にこのブラックマデイラ KK っていう種類を知りました それでね、なんとか手に入んないかなと思って実はちょっと海外から個人輸入してみようかななんて考えてたんですよ、まあ、正直いろいろハードルが高いみたいなんですけどねなんせあの正規の手続きを取ろうと思うとまず出国する側輸入する側の国で検疫を受けなければならない その証明書を出してもらえるかどうかっていうのは、まず難しくて、そして、国内に入ってからも、免疫を受けたり、いろいろ、クリアしないと、正規の手続きを持って、手に入れることは難しいようです。正直、個人の趣味の、 パンチを超えてるなと思ったのでちょっと見送っていたんですよねそれでまあしょうがないと思って他の他の品種をねいろいろ購入してたんですけどでオークション見てみたら出てたんですよねで最初はねやっぱうん本物かっていうところで 様子を見てたんですけども、その後もちょっといろんな品種のサシホなんかを出品されてまして、で、その出品されてたね、サシホの種類っていうのが、私がちょっと個人入入してみようかなって考えてた海外のファーム、そちらが売ってる品種とほぼほぼ一緒だったんで、あれと思って。 もしかしたらそのファンから仕入れてんのかなーなんて思って購入してみたわけです。なかなか人気で金額もすごいことになってましたけども運よく落札ができたのでまあ正直ね本当にブラックマデリア KK のないなのかっていうのは 判断できないんですけどもまあ仮にねあのー、2年3年育ててみて「やっぱ違いました」なんていうのもねまあ笑い話としてはいいのかななんて思った次第ですあのー、その出品者さんにねたとえ悪意がなかったとしても海外からの輸入って何が起きるかわからないんですよね 普通に取り違いなんかもありますし、向こうがこれは何々だって言ってれば、こちら受け取る側はそれを信じるしかないわけで、まあ、日本なんかより、全然海外はカオスなので、取り違いがあることもあるでしょうし、うん。その、仕入れた、ホギを売っていたところ自体が、元々騙されている、 まあそれはそれでまあ正直おすすめはしないですけどねですから本当にちゃんと正規の手順を経て販売店に並んでいるような品種の一軸を育てるのが一番 個人の方にははおすすめかなとは思いま,すまあ私はちょっと騙されるの前提で <laughs> 手を出してみたって感じですねで今日届いたんですけども苗木の状態としては悪くなさそうです猫の方もねかなり勢いよく出てますね 新しい根っこも伸びてますし。上の芽の方もね、えー、っと、一節二節。二目出てますんで、今年はこの二つの芽を育てていこうかなと。こちらはベランダ栽培ですかね。ちょっと、様子を。 観察ししたいですし枯らしてしまったらまた手に入れることができるかどうか正直わからないので一応こちらなんですけどねえー、っとプラコップの底に穴を開けて簡易的なポットのようにして挿し木をしてあるようです 先日私がやった方法とほぼ変わらない感じですかねただねこちらはちょっと穴開けがしてないのでちょっと切りか何かで下の方に穴を開けて水通しをよくしておこうかなと考えてますあとはもう根っこがねまあたくさん生えてきてはいるんですけど 正直この状態で植え替えようと思ったら一気にバラバラになりそうなんでもっと根を充実させたいですねですので、えー、この周りをね何かで遮光しておこうと思います遮光することでねあの根がストレスを感じず 粘りが良くなるって話を聞いたことがあるのでちょっとそちらも試してみたいなと考えてますはいそれでは今日はこのくらいでこのブラックマデイラ KK カッコ仮についてはまたねいろいろと経過をご紹介できたらなと思っていますそれでは今日はこのくらいで またお会いしましょう。バイバイ。